じゃあよろしくお願いします。お願いします。お母さんがそうですね、みずきから聞いて、そうですね、みずきの辺で来てくれたみたいで、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はどうします。そうですね、今は結構落ち着いちゃってるんですけど、もともと広がりがひどいのにブリーチをしてしまってきた、髪の量もいっぱいありますね。そうですね、はい、どうしようかな。結構前行った時についてもらおうとしたんですけど、つ、うん、いちゃうと余計広がっちゃうから透けないって言われて、まあ、でも正解かもしれない。うん、広がりを抑えたいとなると、うん、もうストレートかけた方がいいかも。はい、かけますか。はい、はい、オッケー。もうそれしかないですよね。でもブリーチしてんすよね。そうですね。なるほど。色ムラがひどい状態になっちゃってて、結構ムラ感ある。そうですね、一応したって、あ、したってとか、まあ2、3ヶ月は経ってんだろうけど、半年前ぐらいにブリーチして、して前回もブリーチリタッチしたのかな。リタッチはしてないです。ここに見えます。はい、これ明るいやつ、うん、でムラ感と、あとまあ全体的なザラつきですね。乾燥しやすいというか、めっちゃパサパサして、うん、オッケー、ツヤツヤにしましょう。頑張ります。ありがとうございます。難しいね。ブリーチ一番最初にしたのが半年前。そうですね、4月ぐらい。4月、人生初。はい、をして、その時にもうムラだった。その時はムラなかったんですけど、うん、色入れた時と黒目に戻した時にムラができちゃって、黒目に戻したね。いろいろやる。で、毛先は枝毛がいっぱい。そうですね、オッケー。結構長い間切ってなくて、うん、時はほとんどいじれてないんです。ちょっとは切った方がいいかなって感じなんで、でもロングはロングでしたいとは思うんですけど、はい、質問矯正履歴はあります？2年前ぐらいに1回したぐらいですね。うん、なるほどなるほど。むずそうだな、むずそうだな。頑張りますね。お願いします。はい、よし、じゃあ、はい、まあ、でも髪のツヤはちょっとありつつも、スンと、はい、こうですね。もう分かりやすいぐらいの癖です。これを取らなきゃいけないんだけど、今日の問題はブリーチ&多分クラ染め、暗くしたっていう履歴がありつつ、色ムラもあり、毛先のダメージが溜まってるっていう形なんで、うん、1回濡らして 10.5 チェンジリンスして、いろいろ炙り出してからじゃないと薬剤選定は難しいかな。で、宿毛矯正履歴、矯正した時もちょっと弱めでした。そうですね、あんま癖治んない、ほぼ失敗みたいな感じ。ほぼ失敗。もう失敗。失敗しません。頑張ります。じゃあそんな感じで、ベシャンと 10.5 のチェンジリンスお願いします。はい。さて、プレシャンが終わりました。後ろからお願いします。うん、ブリーチはそんなに難く、ブリーチ毛に宿毛矯正はそんなに難しくないとして、何が怖いって、2年前のほぼ失敗がなぜ失敗したか、全然伸びてなかったってことですよね。ですね、うん、オッケー。どうしますか、岩崎さん。伸ばします。薬剤選定の話です。攻めます。攻めようか。意外にパワーはありそうだな。そうなんです、結構パワーあるんですよね。あるなぁ。よし、攻めましょう。よし、行きましょう。はい、じゃあ今日は攻めの姿勢でいきます。ブリーチ毛なんだけど、全体のうねり、パサつき、広がりっていうのがあるっていうので、結構でも触ってみると、まあブリーチしたにしては結構こうちゃんと芯がある感じなんで、攻めの姿勢でいきます。薬剤2種類作ってます。基本ベースもう 10.5 ネオメテオクリーム 10.5 のクリームに対して、インクライン、ネオメテオインクラインを 10% 1対10%、これをオールでいきます。もう全ての髪をこれで、多分この後頭部のちょっと強い部分があるんですね。ここだけ、この後頭部の強い部分だけの根元だけ、これに糸の位置 10% 足した部分ですね。なんでブロッキングして、ここの真ん中の本当の強い部分だけをそれで塗って、で根元こんぐらいまでですかね、塗って、他は全部 10.5 一発でいっちゃいます。で、全体を半減させて、でブリーチ部分の様子を見て、途中でストップさせていくような手法で今日は行きたいかなと思います。そうすればほぼ失敗にはしません。頑張る。お願いします。前髪やんなくていいですよね。はい、前髪は自分でアイロンできる感じ。ストレートかかってた方がやりやすいですか？そうですね、できればかかってた方がやりやすい。いやー、かけましょう。OK、 いきますよ。よし、
そんな感じでまずどんどん進めてきます。はい。じゃあブロッキングします。後ろから。はい。で、表面の部分は比較的多分アイロンも通してるということで、ダメージが止まってると思うんで、まずはここでブロッキングして、この一番強い部分ですね。ここだけ先にやります。ここ。この部分ですね。大体癖が残るのはこの部分。この部分の根元に、その糸の H10% が加わったやつを塗っていきます。はい、まずは、1対 10% 対 10% 塗ります。一番癖が残りそうなとこだけを、バシッと。で、こっから先はもうブリーチなんで、そこも考慮しながら、ちょっとだけオーバーラップ。で、根元もそんな攻めなくていい。すごいロングで重さもあるんで、基本的にはそんな攻めない方がいいかなと思います。ただ、しっかりと揉み込む。で、結構水を吸いやすい吸水毛だったりもするんで、吸水毛ってどうしても薬がムラになりやすい。なんで、しっかりと塗布量と揉み込みっていうのは絶対に行ってください。こうして、塗布したら揉む。揉んで、髪の毛は一瞬でふにゃってなる瞬間があるんですけど、そこまで感じ取ったら次ですね。ではい、ここまで塗ります。そしたら、全体の根元、中間までを 10.5 の 10%、インクライン 10% で塗って、全体が塗り終わったら毛先って感じですね。同じワンカップでいくためにちょっと大量に作ってます。なんでかっていうと、混ぜて塗布した瞬間からどんどんこっち、pH が落ちていくんですね。pH は今 8.5 前後のリアルカリの縮毛矯正なんですけど、塗り進めていくうちに、だんだん10分後には大体 7.5 ぐらいまで下がる。アルカリがアルギニンなんで、かなりマイルドになっていくんで、これを要は時間差を設けることによって、根元に一番効いて毛先はマイルドになるっていうのもうまく使っていきたいと思います。そんな感じで、はい、もう1対 10% ですね。塗ります。とにかくしっかりと揉み込む。で、途中でブリーチ部分がおやばいなと思ったら固めていく、硬化させていくんですけど、ちょっと最初の10分はどんなにグニャンってなっても我慢していかないと、絶対に失敗、還元不足による失敗になりやすいんで、どうしてもね、不安になってすぐ固めちゃいたい気持ちもわかるんですけど、しっかりとまずは10分置いて、で、軟化しすぎたところ、このまま流してアイロンするとどうしてもビビリモになりやすいんですけども、しっかり硬化させてから流してアイロンすれば意外にビビリモにならないんで、ちゃんとまずは還元をしっかりと効かせるっていうのを目的とします。なんで今日はもうブリーチ毛に縮毛矯正っていうのの次世代のやつですね、簡単になりましたというやつを成功させたいと思います。こうしてまずは根元の癖の強い部分とブリーチがされてない部分あたりをオーバーラップさせながら塗っていきます。こうしてこうですね、ちゃんと揉み込む、薬が浸透させるように指で押し込む感じで、結構大きいところは手のひらでこうやってつけたら両手足して揉み込む。まずはここまでパワーが意外にありそうなんで大丈夫だとは思います。さあ、はい、そのまま上いきます。はい、こんな感じで全体の根元をまず塗り終わってます。そしたら次ですね、次はまた根元の塗布量をチェックしながら、根元の塗布量をチェック、さらにしっかりと揉み込みをしながら毛先付近まで行きます。ただ毛先の先はまだ外しておきます。もうこの時点で薬剤のパワーは若干落ち着いてきてるんで、少しでも減力させるっていう意味でやります。で、このリトネイチ入ってるところだけ結構しっかりアルカリなんですけど、この上からもう普通にリトネイチ入ってないやつも塗っていきます。そうすることによってちょっと緩和されますね。最初そのリトネイチアルカリの治療なんですけど、それが入ってることによって一番癖の強いところっていうのはアタックできたんじゃないかなと思います。よし、こんな感じで2周目って感じですね。薬剤を足して中間毛先付近まで、で、根元だけ伸びて中間毛先が全く還元が効いてないと結局広がりとかパサつきは収まらないし、何せ手触りが良くならないんで、ちゃんと中間毛先も還元できるように塗ってきますですね。こんな感じ。2周目終わってこれですね。毛先が少し余って感じ。それで3周目でしっかりと全体の毛先まで全還元させていこうかなと思います。はい。はい、そんな感じで2周目が終わってます。前髪だけまだついてないですね。前髪と毛先がついてないです。はい、こんな感じですね。見てもらうと、だんだん一番最初に塗ったところは色が少し変わって、かなり軟化が進んでます。ただまあ、まだね、芯があるぐらい、ぐちゃっとするぐらいではないんで、まだまだ安心のところです。ここまで来たら、いきます、毛先。ただ、この時に、じゃあ毛先だ、まとめてこれ、じゃあボーってやってつけちゃうっていうパターンはやめてください。しっかりとまた根元のチェックをしながら、3周目で毛先まで伸ばす。このイメージで。結構まとめちゃいた
浅いんですけど、それでまとめちゃうと結構塗りムラになったりして、塗りムライコールザラつきが残るんで、しっかりと根元の薬をちゃんと緩やかにしながら、で根元の薬も反応してるんで、それこそ pH も落ちて還元値も落ちてる状態なんで、それをうまく伸ばしてあげることによって保護にもつながります。こうして根元中間に新しい薬を足してあげて、毛先まで伸ばす。こうして毛先まで伸ばす。必ず塗りムラのないように。で、結構髪の量もしっかりあるお客さんなんで、塗りムラが絶対、多分ブリーチがムラになったとか、縮毛矯正が失敗したは、塗布量の少なさも影響してると思うんで、そこに絶対ないように、塗布はかなり最大量いきます。こうして毛先まで。はい、そしたらトップ表面。毛先まで伸ばす。で、毛先も塗りムラのないようにこうハケを8の字にしっかりとつけます。はい、そんな感じで今塗り終わろうとしてます。はい、こんな感じ。だんだん軟化してるところが色は炙り出されてきてる感じなんですけども、これでそのまま時間を置きます。で、前髪はペーパーです。前髪はもう最後の最後に残った釣りのパワーが弱まったやつで十分です。ペーパーでしっかりと丸めたら、コットンを挟んで熱を与えないようにしてあげる。はい、こんな感じで。いい、後ろお願いします。さあ、塗り終わって今こんな感じですね。まあブリッジしてるんで軟化ぐぎゃっといってるんですけど、ここでもういきなり、あ、もうダメだってなって硬化させないようにしてください。しっかりと10分は置く。結構怖いなと思ったとしても、もう10分は置いちゃってください。置かないと還元不足に絶対になるんで、まずは10分このまま置きます。置いてこの 10.5 とインクラインの 10% でそこまで事故ることはまずないと思うんですね。なんでよっぽどのエイジング毛で、さらに超ハイダメージ毛以外は結構これでもギリギリいけるかなと思う。そこら辺の見極めうまくやりたいと思います。はい、10分置きます。ラップお願いします。はい、10分です。1回も見てません。よいしょ。さあ、どうぞご覧ください。こんな感じ。怖いですね。でも実際塗り終わってから、塗り終わった段階のグニャンよりはちょっと張り越しが出てるの、なんとなくわかるかなと思います。これがペーハーが下がってる証拠なんですね。なんで軟化自体が相当緩やかになってる。でもやっぱり毛先はまあブリーチ部分なんで怖いんですけど、こうやって触った時まだザラつきが若干いるんですね。で、こうした時にまだ本当にやばい毛はこの時点でグニャンってこの指に張り付いちゃうんですけど、意外にちゃんとできてるというか、まだまだいけそうだなと思うんで、少し時間もうちょい置きたいなと思います。あと表面ですね。この表面、こっちの方が若干怖いんです。なんでかっていうと、アイロンですね。ご自身でのアイロンがかなり効いてる状態のところもあるんで、この表面のあたりとかはもうかなり還元はいい感じなんで、一応2個用意しました。はい、ネオメテオクリーム PH7.0 7.0 と PH4.5 の 4.5。 はい、この2つを2カップで用意して、あまりにもう軟化がやばいってとこは 4.5 でストップで、ちょっとゆっくりにしたいな。どっちにしろこのネオメテオの縮毛矯正って20分は絶対置いてほしいんですね。20分から30分置いてようやくそれのパワーが発揮できるんで、その時間を置きたいんだけど、そこまで時間を置いたらちょっと軟化がやばいかなってところをスローにします。 7.0 でスローにして 4.5 でストップにするんですけど、基本的にまだこの感じだとストップまではしなくていいかなと思います。ということで、また一番最初、襟足からこうやってチェックしながらこう触ってみて、ダメそうだなと思うところは 7.0 いきます。でも意外に毛先はまだ大丈夫そうですね。はい、次、ここ離島の位置入ってるところ、癖もだいぶ伸びてます。なんでここはもう本当に20分とかで流し、20分から30分置いたら確実に伸びると思うんで、そのまま。はい、で、襟足、ここも全然大丈夫そうですね。毛先も大丈夫そう、ここも大丈夫そう。毛先の先まだ大丈夫ですね。よし。なんで表面ですね、表面の毛、ここら辺特に体温も相まってがっつりしてきてるんで、ここの表面一線ですね、一番表面のところ、ここ表面一線、特にここら辺にヒレ毛が出ちゃったり、あの熱焼けの原因になったりですね、ここ 7.0 重ねます。表面中間まで 7.0 重ねます。思ったより毛先は時間が経った 10.5 の 10% で塗ってたんで、先はまだ余力がありそうです。なんで表面一線ですね、この下も大丈夫そうですね。表面一線に、はい、7.0 単品ですね。これコネクター混ぜてもいいです。コネクター混ぜることによってより張り越しが出るんですけど、 7.0 単品をこうやって塗ってきます。で、軟化をスローにしてあげる。さあ、再度見てみましょう。ガイドは大丈夫そうです。
で顔周りとかに多分今日のモデルさんはすごいあの年齢が若いんで顔周りがすごい弱くなってたりはしないんですけど、やっぱり大人女性で顔周りがどうしてもチリチリしちゃってるような人はここで顔周りにも 7.0 つけてもいいかもしれないですね。よし、でさっきも平気、ここの表面一線だけ 7.0 を重ね塗りで、この黒髪のところにはできる限りいかなくて大丈夫です。多分ここは必要ないんで、もう一番紫外線ダメージ、アイロンダメージが溜まってそうなところに 7.0 重ね、表面の黒髪以外のところちょっとオーバーラップ 7.0 を重ねておきます。先が思ったよりいけそうですね。これで結構先に固めちゃったり薬を弱めたりすると絶対に綺麗にならないんで、そこだけ注意してください。還元はさせる、確実にさせる、還元はさせといてやばくなったら止める、それ以外ないですね。前髪ちょっと見てみましょう。前髪一番アイロンしてると思うんで、ここは 7.0 も重ねちゃいます。でもう一回丸める。はい、ということでこのままプラスで10分いきます。お待ちください。はい、お疲れ様です。あ、さらに10分経過してます。さあ、おっと、いい感じじゃないですかね。かなり毛先もまだ弾力ありつつも、うねりっていうのはほぼなくなってるかなと思います。うん、こういうとこですよね、ちょっと怖いのは。この色とあれに騙されないで、ちゃんと手で触った状態でどこまでいけるか。でも結構ちゃんといってますね。OK。じゃあ、一回、インフォームですね。毛髪強化します。毛髪強化と水分を足していく。インフォームを全体につけます。で、ロングで、髪の量もしっかりあるんで、もう泡だらけにします。で、そしたらコーミング。コーミングして、で、この感じだと、ちょっと一回コーミングしてからですけど、5分ぐらいで流せるんじゃないかなと思います。しっかりと、浸透も促進。要は、ネオメテオのトリートメント成分の方の浸透も促進するし、インクラインの還元剤の方も浸透促進するし、さらに水分が足される。プラス、このインフォームに入っている硫黄が毛髪強化に役に立つんで、これを狙っていきましょう。よいしょ。しっかりと泡だらけにします。で毛先も、そしたら全体を優しくコーミング。もうここら辺になってくるとかなり酸化も還元も進んでるんで、物理ダメージに非常に弱くなってるんで、力は本当に加えない。このまま優しく。でコーミングし終わったら、もう次はもう5分後に水洗に入ってもらいます。で中間水洗をもうひたすら流してほしい。ここで流しが甘いと結構ダメージホールもかなり大きい、ブリッジしてることによって大きい、プラス吸水も一番最初に言ったんですけど、水を吸いやすい髪質になってるんで還元剤がかなり残りやすいんですね。なんでそうなってくると結局アイロンの時のダメージの原因になるんで、もうひたすら流す。もう流し OK 終わったって思ってから、さらに2分とかをずっと流してもいいし、あとシャンプーボールにお湯をためてかなり泳がせるようにして流してもいいんで、もうここはかなり時間かけてください。時間かけて流して、その後ヘマチンでエンジリンスして、その後インフォーム入りのノットシャンプーでバブリングしたら 7.0 のチェンジリンスをしてあげて、で軽く流してからドロップのチェンジリンスで流さずに上げてきてください。お願いします。はい、お疲れ様でした。ちょっと優しくコーミングします。優しく、こんな感じ。見えますかね？見える？はい、もう勝ちだと言っていいんじゃないでしょうか。あとは毛先ですね。毛先が。まず、安心したいのは、ビタってくっついてないんで、ビビる必要ないです。ただ、ビビるというか、ハイダメージになることはないんだけど、若干ここでカールが残ってるのが気になるんですね。これは多分、毛先の方の還元が若干甘いんですよ。ただ、シャキンとしないプラス、ちょっと切りたいんで、その切る部分を考えると、逆にちょうどいいのかな、と思ってます。ということで、ここで中間処理をしながらカットします。メテオコネクターの、5倍希釈とアクアの原液、ケラチンと CMC、 それをしっかりと補給します。もう何度も口酸っぱく言ってるんですけど、中間処理でしっかりと処理剤を入れてください。理由としては、そのまま乾かして水分を抜いて、さらにアイロンまでして定着まで行えるんで、一番バシッと決まるタイミングがここです。前処理とかでやってもやっぱり流れちゃうんで、ちょっともったいないから、しっかりとね、中間処理の段階っていうのは大事にしてあげてください。はい、では次アクアですね。で、この間にカットを挟むことによって、この中間処理剤たちがしっかりと定着する時間も稼げるし、さらにプラスでクリップですね。還元剤が流したんだけども、ちょっとは、残ってる状態、残ってるというか、反応が完全にストップしてない状態で、最後の最後の追い込みをかけるっていう意味でも、ここで時間を置くのは有効です。さあ、毛先ちょっと切っていいですかね。ロングはロングですよね。細くなってる部分も
これぐらいに切っちゃいましょう。こうコーミングした感じで分かりますね。いい感じです。さあ、なんでまあワンレングスです。細かいところはあのアイロンしてからでもいいかなと思うんですけど、とりあえず毛先を少し切っていこうかなと思います。はい、グッと下見てください。なんでワンレングスそんなに解説するとこないんですけど、しっかりとアウトライン整えるために下向いてもらって、押し込むようにコーミングをまずするでしてあげて、テンションをかけずにブラントカットです。毛先の細くなっちゃってるところに全部いっちゃいます。そうすることによって手触りも良くなるし、さらにラインも整います。同じくワンレングスを切ります。一番上しっかりと放射線状に平面にコーミングしてあげて、またテンションかけずにセンターで割って、まあ、正面向いてください。三つ襟のとこから水平ですね。出しです。細かいところは乾かしてから切ります。まずは毛先のラインを整えることができたんで、これで乾かします。よし。でさらにここでレブリン酸の補給ですね。ノットのミスト、レブリン酸とセラミド、あとはリピジュア、メドフォームなどキューティクルの剥がれを抑えてくれたりとか、あとアイロンの耐熱性が上がるんで、ドロップのキトさんも耐熱性が上がるんですけど、これしっかりと対アイロンの対策をしていきます。でリンクのオイルしっかりと、シクロペンタシロキ酸のオイルはドライヤーによってかなり蒸発してくれて、さらに摩擦を防いでくるんで、摩擦ダメージ、アイロンもやっぱ摩擦生むんで、いくらラディアントだって言っても摩擦を生むんで、その摩擦ダメージっていうのを極力減らすのがこのオイルですね。でフォームで整えて余分な水分を取ります。処理剤つけたのにもったいないと思うかもしれないですけど、髪の内部に入った水分と入れ替わってくれてるんで大丈夫です。でないとね、ドライの時間にやたら時間かかっちゃって、それはさすがに無駄なんで。で、この後ドライなんですけど、タオルで包み込むようにドライします。でもって、宿毛矯正のドライは通常のドライと違って、毛先から乾かす。通常ブローって根元から乾かして、毛先の水分残すと思うんですけど、乾いてれば乾いてるほどアイロンの効きは良くなくなります。ただダメージが少なくなる。で、アイロン効かしてるのって根元中間だから、根元中間に水分が残ってる。残ってるって言っても、別にビシャビシャ濡れてるのは全然ダメなんですけど、毛先がしっかり完全乾燥してて、根元がほんのり触ると少しひんやりするぐらいが理想的なドライコントロールになってきます。乾かします。はい、ドライが終わって今これぐらいなんですけど、毛先には水分絶対残したくないんですよ。今こうやって触るとまだひんやりしてるんですけど、毛先に水分が残るとアイロンがブーストしてしまうんで、完全にカラッカラの状態からアイロンスタートしたいんで、こうちょっと今9割ドライぐらいなんですけど、ここでブロー入れます。根元は水分残っててもいいけど、毛先は確実に水分がない状態にしたいんで、ここでブロー。まあこんな感じで普通にブローしてください。全体ブローし終わったらアイロンです。はい。はい。ということでブローが終わりました。根元付近はそんなに攻めてないブローですね。こんな感じ。よいしょ。これをアイロンで綺麗にしていきましょう。まだまだ全然ね、細かい癖は残ってるんで。で、オイル。結構大量につけてからアイロンしちゃいましょう。こんな感じでブロッキングしたらアイロン。まずネープ第一線はささっとで大丈夫です。今度は190度でいきます。ラディアントの190度。で、全還元してるんで、根元だけアイロンの熱が伝わらないようにしっかりと、プレスはしないです。ここから先は力をすっごい抜いてます。抜いて抜いて抜いて、スルーなんだけどゆっくり。はい、次いきます。しっかりと全体的にプレスするとかないですね。まあ根元ここら辺ちょっとだけ加えるんですけど、他はもう熱を置くだけゆっくり。言うてもブリーチ毛なんで、そこら辺はセンシティブにいきます。はい、次この形でスッと、はい、力は抜いてゆっくり、スピードを速くしない、絶対に。
よし、こうするとこのぐらい癖が取れてればいいかなと思います。はい、じゃあ2人で行きます。こっからの30分ぐらいで癖が綺麗になりますまだ不安ですよ、綺麗になってないから。まだそうそう、僕の YouTube 史上2番目に若いと思う。そうですかだよね。1番は小3の子ですか、うん、そんな人生初めての宿毛矯正だった。今僕のまだ人気の動画、過去の再生回数の高い動画の2位にいるんじゃないかな。小学生で宿毛はその2年前にやった宿毛矯正が人生初ですか。いや、そんなことない。中1の頃に1回やってて。やってた。お、それも失敗でしたね成功したことない。なんかこめかみの毛がもう意味ないぐらいぐにゃぐにゃだったっすね。あ、4、5万ぐらい取られたんですけど。おお、なんかお母さんからなんとなく、お母さん、僕は聞いてないんですけど、瑞希が担当してて。お母さんはずっと中戸さんの YouTube とか見ててなんかファンですって伝えといてって言われましたこの間多分だから瑞希でご来店されてて。そうですね。で、全然そんな素振りがなかったって。全くない、ま全くない、声もかけられなかった。なんか水木の新規のお客様だぐらい、ぐらいなんか芸能人扱いみたいな、うん、いや声かけられない、影で見てるみたいな見られてたのかな。見られてたそうなんだろう、実は鏡越しにちょっと言ってくれればいいねそうなんですね。いや、全然ありがたい。そう、なんかそれこそ水木に今度の撮影、 YouTube の撮影の子、16歳ですよね。です。そう、16歳の子が来るんだよって言ったら、それ多分私がこの間担当したお客様のお嬢さんですって言って、つってどういうことつって、なんか応募するって言ってましたって言って、マジでつってファンなのに娘が当たってしまったっていう。なんかずっといいな、うん、いいな、ついてこうかなついてきてくれればいいね。全然付き添い OK ですじゃあ今日家で待っててくれたやつ、ね、そうですね、多分めちゃくちゃ聞かれますどんなんだったか。いや見てたと思うんですけどここら辺大学生で、まさにお母さんこの席です。この席あれなんですよ、僕の席じゃなくて水木の席なんですよ。僕使ってる席は窓際でめちゃめちゃ逆光になっちゃうから撮影不向きなんで、うん、あれなんですけど、お母さんまさにこの席でしたちょっとじゃあ今日バシッと成功させてお母さんに自慢しに行く自慢してもらわないと。予約取りたい、取れないって半泣きで全然水木も上手なんで、はい、宿毛矯正。確かにお母さんは宿毛矯正してたかも。お母さん宿毛矯正してた、うん、多分ブリーチでハイトーンにするからみたいな、はいはい、そう、親子でブリーチですね家族全員ハイトーンやってますえ、ね、そうなんだ。わお、めちゃめちゃ賑やかなご家庭ですね。破天荒だ破天荒だ。そう、だからそれこそお嬢さんのライブがあるから綺麗にするみたいな。お嬢さんのじゃないのかな、ライブかなんかって。多分お母さんはガゼットのライブ。あー、めっちゃええやんめっちゃええやん、ママちょっと喋りたかった、ママ話したいマジガゼットめっちゃ行きます。マジママちょっとテンション上がるわ、ママ喋りたかったよ。そしたらお前ただのお前の趣味マジママビジュアル競馬セミ出しましたテンション上がっちゃった。 Z って発動してんだね、まだ。アンチきますよ。いやママからアンチきますよ。ママから、いや、一世を風靡したのは覚えてるけど、ま、だって結構いい年齢じゃないか、Z。 あ、アンチきますよ。ダルクもまだやってるぐらい。はいはいはい、アンチきますよ確かに、そう考えたら。そう、だってビーズだって還暦見えないやばい。ビーズは知ってます。知ってます。さすがに危ねジェネギャですよ。16歳。16歳って何年ですか。高 1? 高 1,2 のなる年。2007です。あ、私のハトコと同じだ。知らねえよ。07ですね。私のハトコも07。2007年。2007年はもう大人だったな。2007年って何歳だ。10歳。あ、まだ子供ですねすいません、ギリ子供だね。すいません、まだ子供流し食ってるぐらいの年だ。10歳とか何してた。何もしてない。覚えてねえだろ、10歳の頃。小学生です。え、小学生ですよね。うん、小4、5あたり。ちょっと尖ってた時期ですさすが、はい、田舎。田舎なんで尖ってた時期です、ね、流行ってるんじゃ。え、歌とか誰が今流行ってる。16歳です。あれですか、あんまり王道はいかないタイプ。いや、なんかちっちゃい頃からなんかシットブロックシリーズとか聞かされて素晴らしい。
英才教育が。あれでしょ、5歳でピストルとか出したんですよ。ああ、もう素晴らしい英才教育ですね。ジャンヌダルクでしょ、それしか知らないみたいな発言です、ね、アシッドブラックチェリーは知ってるよ。で、ジャンヌダルクのボーカルでしょ。そうですね。そうでしょ、なんかもうとりあえず知ってる技出したみたいな。おお、やばい、やめろ。母さんの英才教育が行き届いてビジュアル系バンドの。こういうことね。ちょっとママに、次みずきちゃんでいらしたら岩崎さんがすごいテンション上がってたって。私だって16とかの時あれですよ、 AKB がめちゃめちゃ流行ってた時代かもしれない。神セブンとかいう時代ですよ。あー、わかります、神セブン。もうもうなんか乃木坂なんだ。今乃木坂なの。乃木坂じゃないですか。でも地下アイドルブームすごくないですか。あ、確かに。でもこのおじさんだから分かんない。地下アイドルブームは一切分からない。え、じゃあみんな。お前も分かってないじゃん。いや、知ってるのはいるけど知らないのもいるじゃないですか。うん、なんか私も地下アイドルやってるんですけど。地下アイドルやってる。あ、仕事でアイロンとか使うっていうのはそっちだ。そうです。おお、ほう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 。でもなんか最近 AKB とかも地下アイドルのライブ出てます。え、そうなの。どういうこと、どういうこと。地下アイドルと一緒にって AKB が一緒にライブして。あららら、ら、もうなんか境目がなくなってきた。地下、半地下。半地下。モモクロのアーリンとユニットをやったりとか、すごいじゃないですか。地下アイドルの定義は何？地下でやってる。地上でもやるでしょ。え、地下でやってる、ライブハウスとかでやってる。3階とかでやっちゃダメ。定義が地下アイドルの定義が、その地下じゃねえだろ。何をもって地下アイドルなんですか。アイドルとはまた違うの。俺らの頃のさ、あれじゃない、インディー、そう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 、メジャーレーベル、メジャー出てるか出てないかですね。 でもそうすると AKB がおかしくなってくるね。地下にインディーズにとってさ、なるほど、まあよく分かんない。最近地下アイドルでも武道館とかめっちゃ行ってて、めちゃめちゃすごいじゃないですか。普段どこで活動してるんですか。私のところは全然地底、ほぼ地底、地下のさらに地下の下なんで。ネルフ。本当に、え、本当に地下のライブハウスとかばっかりです。ちゃんと地下だ。ちゃんと地下駅で言うと渋谷新宿が多いです。ああ、ありそう。なるほどね。裏路地の方の裏路地ホテル街とかにいっぱいあります。ライブハウスがすごい。じゃあ普段歌とダンスの練習を。そうですね。え、何色担当とかあるんですか。紫です。おお、かわいい。かわいい。紫だ。何、それ色担当しないとダメなんですか。なんか基本決まってるイメージなんですけど、 AKB とか大所帯ならまた別ですけど、5人とかなら大体色決まってるイメージ。ペンライトがある。ああ、我々は紫を振りに行くんですよ。紫買わないと。買わないと。なるほどね。ペンライトを振る。え、お客さんはなんか俺勝手な想像、すごいちょっとおじさんのなんかリュックショットすごい。おじさんのリュックショットはおかしくないですか。おじさんのリュックショってるみたいな。リュックショってなんかすごいもうすごいハッスルしてる。ハッスル、ハッスルというかなんかもうすごいキレキレの応援をしてるおじさんがいっぱいいるイメージなんだけど。でも最近最前列には20代のブランドもの全身に身につけた若い人とか多いです。何、どういうの。なりきん。20代でブランドものを全身に、親金で全身グッチとか。すごい世界だ。ブランドもの着てるか着てないかで強さを競う。強さ。畳の子に、はい、私はあの子のなんかあの推してる、私の推しが一番強いのよっていうのを見せつけるんですかね。何それ。推しかぶりに俺が一番強い、金持ってるみたいな。怖い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 ぞ。新しい世界だね。怖いぞ。どうします。え、どうします。負けちゃいます。ブランド物買いに行く。買いに行って、参戦しないといけない。バレンシアガって書いてある服着れる。どっちとか着て、紫のペンライト持って行くんですか。すごい忙しいね、それ。でも多分我々のこう営業してる時間とかにライブとかって被るのかな。何時ぐらいに寝るんですか。早朝とかも全然あります。早朝?4 時半に会場入りとかあります。それスタートが7時とか。スタート5時オープンです。え、電車走ってないじゃないですか。え、そうです。大体事務所泊まって歩いて行ったりとか。あ、ちょちょ、お客さんお客さんは頑張ってきます。5時5時に。え、4時は。それもワールドカップのスペイン戦以来俺その時間に行ってる。起きて起用しないんで地下アイドル。あ、そっか、起きは起きない。危ない危ない。そっかそっか、ブラック企業ってことだね。そうです。すごい。え、4時5巻体が。大体6時ぐらい。早いな。でも朝が多い。夕方が一番多い。夕方6時ぐらい。え、すごい。すげえ。そんな朝とかやめたら声ガッサガサですよ。出ない出ない。歌声とか出ない。メンバー全員顔死んでます。
何人ぐらい？そっか、歌わなきゃいけないんだ。前、今はやめてて準備中なんですけど、おうおう、前行ったところは6人。おお、でもそれぐらいですよね。あ、アイドル、アイドルとかってなんかそれぐらいのイメージがある、うん、はぁ大変16歳でそんな早朝の起きてるなんて寝ないですよ、早朝の日は。あ、そっかそっか、すごいな。物販とか売ったりして。そうですね、特典会でチェキ取って。あ、チェキ、チェキすごいじゃん。矢崎もチェキ売れば逆に嫌ですよ。なんでやねん。なんでやねん。嫌ですよ。なんでチェキ売れない、売れない。ちなみにチェキって結構な値段で売れる。サイン書くんですけど、な、うん、しだと1000円。サインありだと1500円とか2000円とかです。おお。幅がある。あ、確かに確かに。やっぱファン心理をついてる。いい商売。商売ですね。うん、今ちょっとやめてたら大ファンだった人たちがすごい探してんじゃん。今はアカウント作って、おうほうほうほう、あと1ヶ月ぐらいでデビューなんですけど。あら、そうなの。すごい。お、すごいじゃないですか。結構待たせてます。結構待たせてます。待っててねって感じだ。じゃあデビュー前の大事な宿毛矯正でしたね、これは。明日撮影なんですよ。明日撮影。ちょっと待って。待って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 。明日撮影。明日の撮影も6時半からです。早い、ね、6時半。代々木公園で早朝に。代々木公園。なんかアーシャ自体はスタジオで撮るんですけど、うん、公開する写真、はい、もう6時半からみんな眠い、むくんだ顔で。やば。じゃあちょっとツヤツヤにしないと。この下ろした状態で撮ります。下ろした状態で撮ります。ちょっとね、じゃあ大変申し訳ないんだけど、色ムラは直せないから。こればっかりはちょっと。これ多分別々じゃないと直せない。直せない。色ムラは直せないけどツヤツヤにはなる。これは加工でなんとかする。あ、なるほど、なるほど、なるほど。世の中すごいですね。世の中すごい。責任重大ですよ。最初に言ってもらっていいですか。危ねえ危ねえ。大丈夫、失敗はしないけど。代々木公園の足は楽しそうだね。雨も降んなそうだし。暑くないですか最近。まあ6時なら大丈夫。まだギリ。アイドル汗かいちゃいけないもんね。そんなまだ幻想があるアイドルも汗かくよ。あんだけ歌って踊ってんだから。全員びしゃびしゃですよ。汗かく決まってんだろ。で、汗をかいたアイドルを見て、アイドルも同じ人間なんだなって思うんじゃないですか。なるほど。みんな同じ、僕たちと同じ人間なんだ。僕たちと同じ人間なんだ。思うんじゃないですかね、やっぱ。じゃああれだね、汗かき放題。気合で抑えてんのかと。これなんかちょっといい感じになってきたの分かります。はい、うん、これが乾かすだけでここまで来れるように今頑張ってます。小学生ぶりに天使の輪見ました。小学生ぶり。小学生ぶりだった。やっぱブリーチの村がやっぱちょっとやっぱ気になるな。このストレートになるとよりちょっと、あ、村があるかもって見えやすいかもしれない、うんうん、絶対絶対ストレートやってよかったと思う。うん、でも、ね、よくよく考えるとすごい難しい技術。ブリーチも、しかも若干のムラがあるブリーチもに、しかも黒染めしてたのに対しての縮毛矯正って、結構業界じゃ難しい方法。でも分かる。もう大体成功しそうな。もう成功しないとダメですもんね。明日撮影だから。何のプレッシャー。明日撮影なんで。しかも、お母さんも見てるから。お母さん大成功を収めましょう。頼むよ。あとちょっとやってもらいます。はい、そういう感じで、アイロン終わりです。うん、なかなかいいんじゃないでしょうか。ということで固定しちゃいましょう。よし、いきます。アルテマセカンドローションのリキッドバーッとつけるだけです。でメテオ GL20% 入れておいて、しっかりと保湿と補修も兼ねてます。はい、いきましょう。はい、ということで酸化ですね。はい、リキッドなんでバーッとつけてフォーミングです。でシャンプー台でももう一回やります。で、バーッとやったら、加水なんで5分で流しです。流したらシャンプー台でもう一回セカンドローションを寝かした状態でね、バッとつけてもらって、で、よーく流して、ヘマチンのチェンジリンス、一回バブリングですね。軽く、ノットシャンプーインフォーム混ぜて、軽く泡立てしてもらって、流して、7.0 チェンジリンス、4.5 チェンジリンス、流して、終わり。メテオコネクタの原液を、その7.0 の前につけるといいですね。をやってきてもらいます。リキッドなんで、バーッとつけて、ささっといきましょう。ピンクのカラーしてたんですか？紫か。青を入れたら、色落ちが紫になっちゃって。うん、おう、担当のカラーに。そうですね。青ね。なんか赤みが出てきてるもんね、ちょっと。よいしょ。うん。おっしゃ、お疲れ様でした。ホットのミスト、ちょっと多めにつけときましょう。リンクのオイル。よし、はい、こんな感じです。
はい、うねりは取れてますね。あとは質感が、毛先、ブリーチ部分ですね。ブリーチ部分の質感がどうなってるかなんですけど、まあ濡れた状態では良さそうなんで、乾いて膨らまないことを祈りながら乾かしましょう。よし、風呂終わりました。お疲れ様です。よし、なんとか。いい感じかな。触ってみてください。気持ちいい。髪の毛が可愛い。さすが若い。いやー、まあでも俺ら的に言うと90点ぐらい。あとはもう持続的なトリートメントとかをやっていかないと、結局髪の内部が今結構スカスカしてるところを無理やり癖を伸ばした感じなんで、若干やっぱもうすごいツヤも出てるんだけども、ここから先はご自身のケアをどんどん積み重ねていかないと、どうしても綺麗なのを持続できない。あとは色ですね。ああ、もうやってあげたくなっちゃうけど、ちょっといや多分治るは治るんだけど、一番がここを、やっぱり一番最初に見せてたここがやっぱ難しそうだなと思うんで、ちょっとそこら辺はうちのブリーチ前、前髪黄色い子に相談してみてください。はい、はい、OK。 だいぶ綺麗になりました。ってことでカットの続きちょっとだけいって、アイロンで仕上げてもらいましょう。見ていいやん。よし、ってことでブラントで切ったところのちょっとだけアラを取る感じですね。もうこれついてなくても広がんないの分かります。そう、それがうねりがなくなることなんで、1年に1回とかでいいのかな、このぐらいの長さをキープするんだったら。やってあげるといいです。とは言いつつ若いからいろいろやりたくなっちゃって、またすぐブリーチとかやっちゃうんだよね。我慢しますぜひよし、じゃあそんな感じ。多分前髪も触った感じが全然違うと思う。すごい。いいでしょ。なんか、ボワボワしないというか。よし。ということで、メテオ入ってるんで、もうこの時点でかなり、ツヤは相当あるんですけど、プラスでアイロンで仕上げます。メテオがもし入ってなかったとしても、縮毛矯正の最後、押し上げは完全に脱水することが大事なんで、アイロンしていきます。もう安心。前半15分ぐらい、何の会話もないぐらい、真剣にやってたから。いや、ブリーチは怖いと思って。普通のブリッジぐらいやったらそんな余裕なんですけどね。結構なんか黒染めしてたりとかいろいろやってたんで、で一応今日は洗わない、はい、で明日以降洗ったらすぐ乾かす。なかなか髪長いししっかり量もあるからすぐ乾かすの超めんどくさいと思うんだけども、1週間ぐらいはそれをちょっとやってください。はい、うん、ここもねちょっと明るいんだよね。ハイライトみたいになっちゃってるから大丈夫。うちのすご腕が超綺麗に直すから。後ろ側は自分でどんなムラになってるか分かんなくて、あ、後でお見せします。 です、ね、でもここが一番強いかも、うん、結構怖い。前の方が強いよね、うん、後ろそんな言う、うん、まあ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 、ここにもいい、ここにも今ここら辺にもいい。もうじゃあ後でお見せしましょう。とうちの水木がいつも言うんだけど、ブリーチのムラは一回作るとずっとつきまとうから、うん、本当にムラを出さないブリーチを心がけてるっていうんだけど、まさにその通りだなと思って。ちなみにカールアイロンは1週間ぐらいはしない方がいいかもしれない。はい、はい、多分2年前の矯正よりはうまくできた気がする。分かんないけどね。実際あれより失敗されたらちょっと、あ、そんなだったの。でも薬塗ったってぐらい、うん、そんな何も変わってない。そうなの、思ったより強い髪が。だからちょっと内心ビビりながら強気の薬剤設定で行ったんだけど、それでもまだ時間を置けたし、プラスであと勝手な個人的な反省点としては、あと5分置いてもよかったなと、還元もっと効いたなとか思うぐらい、うん、だから結構いい髪をお持ちで。お持ちで。そうそうそう、何やってもダメージ少なそうな、傷んでるんだけど、なんだろう、多分そんなに中身は傷んでない、防御力がめっちゃ高い髪質、うん、確かに。でもお母さんも強そうだったもん。アメピン刺さんないぐらい髪の毛強いんですよね。アメピンが刺さない。お団子できないんですよ。やば。なかなかだね。遺伝だ。いい髪を。だから逆に言うと何やってもある程度髪の毛形をキープできるというか、サバサにならないから。普通だって2年前に縮毛矯正やって前頭ブリーチやってってやったら、もっともっととんでもないことになってていいはずなんだけど、全然めっちゃ綺麗。今日完全に縮毛矯正が効いてるんで、良いでしょう。Thank you。一回クロスアウトします。はい、おはよう。お嬢さん、はじめまして。またまたさせていただきました。すごい、そうそう、なりました。カメラ、カメラ、カメラ。ひじきはこの後撮影一本あるんで。
言ってました、それも言ってた。そうそうそう、よっしゃー、すごい、おーオッケーじゃないですか、バッチリです。触っていただくともう、すごい違う人みたいバッチリ。ちなみに村の剣なんですけど、意外にここが強い、うん、いるね、いる。こっちはちょっとって感じかな。なんでこれはプロフェッショナルが来たんじゃない、そういうこと聞いてみるね。水木さん、はい、急遽カウンセリングを、はい、お嬢さんが、はい、ブリーチがすごい村があると、はい、直せますか、直せますかというか直せるんだろうけど、はい、直し方ちなみにこういう感じ。ああ、なるほど。これここと一番大きいのは左サイドにあって、はい、ここです。はいはいはい、根元のところが抜けすぎちゃってるんですよね、うん、なんで、うん、これに全部合わせていかないといけないんですけど、うん、一応伸び幅見る分にはそこが一番危ないんで、うん、優しいブリーチでとりあえず暗いところとこの明るいところの差を、とりあえずこのこういう明るいっていうのを柔らかくしていって、ムラを直していくっていうので、完全にビタッと全部ムラ直しっていうのはちょっと伸びてくるまで厳しいかなっていうのはあります。とその前頭を優しいブリーチで炙り出してって、また抜けてないところをっていう風にして、暗い明るいところの差を柔らかくしてっていう直し方だったらできるかなっていう感じです。ありがとうございます。光が見えましたね。いや、よかったね。言ってた。ちょっと俺無理かもっつって。いや結構そうですね。角、うん、で見ると。結構しっかりとムラがあったから。もうブリーチ毛に矯正しても結構全然体力はありがち。失礼します。あ、はい。そうしっかりある感じ。体力がある矯正って綺麗に仕上がるし、ブリーチもできるんで。うん、なんでまた。そうですね。ホワイト系ペールトーンを目指すってなるとまた大工事になっちゃうんですけど、今より明るくはできるかなって感じです。光が見えたんで、あとはちょっと DM してください。お待ちしております。はい。じゃあそんな感じで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。OK です。バッチリ決まりました。特に今日は何もつけないで終わりましょうかね。はい。はい、じゃあ最後一応普通の写真だけ撮りましょう。ちょっと前に傾いてもらっていいですか？で、ちょっと下向いてもらって。よいしょ。エアドロップで送ります。ありがとうございます。はい、それですね、はい、ありがとうございます。よし、来ました、来ました、 OK です。はい、じゃあそんな感じで今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、バッチリです。 OK、 難しかったはい、お疲れ様です。ありがとうございます。ああ、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、じゃあお母さんにもよろしくお伝えします。二人でまた来ます。よかった。ガジェットの話もしてきます。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、かわいい、16歳カメラ向ける前に言いたいぐらいかわいいかわいい、応援したい、応援したい。でも名前が分かんないグループ聞かなかった。それは何の名前なんだろう探り合ってます。さすがネットポリス、ネットポリス得意なんで惜しかったしましょう。惜しかったしました。はい、じゃあまたそんな感じでバイバイ。